d n a 級、6阪神、20日、横浜スタジアム、敗戦の持つ意味は論じるまでもない、数字以上に重いい一杯、試合後の阪神、岡田章信監督は言いようのない苦笑いを浮かべていた。3回で終わりや、もう、名指しこそしなかったが、敗因は明らかだった、逆転優勝のかかった正念場で西優が敗進の5失点、今季最短となる2回3分の0でマウンドを降りた。 2回に連打と死球で無視満塁のピンチを背負うと、伊藤に先制の二点的自打を許した、3回は牧、佐野に連打を許し、無視一・三塁からオースティンに甘く入ったシュートをバックスクリーン左へ運ばれた、チームにとってオースティンに浴びた今季7本目の本塁打、相手手方にまたも逃げよを飲まされた。33歳の右腕は、結果なんでね、力みとかじゃなく。 結果的に打たれてしまったというのがすべてと反省の弁を並べた勝負の9月に入り4敗中3敗を西優が喫した前回当番の8日ヤクルト戦神宮でも2回に2失点3回にはスリーラン被弾で3失点したリプレイ映像を見るかのような慶応劇に岡田監督も止められんわなぁとあきれ顔で振り返った西優の早すぎた交番で矢継ぎ早の系統を余儀なくされた 序盤で4人もピッチャーを使ったらもたんはという言葉に故障の苦悩がにじんだ勝負をかけた系統も実らない1点差の6回から中継ぎ待機させていたビーズリーを中4日で投入したがイニングまたぎとなった7回に宮崎に適時二塁打続く筒香には痛恨のツーランを許した痛恨の3失点に二入では前回当番の15日ヤクルト戦 神宮で98玉を投じていたこともあり、中継ぎとして準備不足の部分もあったと悔しさをにじませた。打線は5点リードから一時は1点差に迫るなど好調を維持している。4連戦の